筑前さんは九州プロレスという今12名まで発展してこられた団体のまあトップをされてらっしゃるわけですけど、この企業に置き換えてみるとですね、やっぱ社員さんがいかに生き生きと自分の仕事に没頭しているか、やる気になっているか、やっぱこれすごくやっぱその企業発展の一つの重要な条件だなと思うんですが、この九州プロレスという団体において、その社員さんのこのやる気に火をつけるというか、ガッツに火をつける、そのあたりというのはどのように出来上がっているのか教えていただきたいんですが。それはもうプロレスにみんなが一人一人が元気をもらった、勇気をもらった体験があるんですよね。それこそが皆さん、みんなの社員のエネルギーの源だと思います。全員が一人一人自分自身がプロレスで元気をもらった経験をお経験持がある。ち。その体験こそがもう彼らのエネルギーの源だと思いますね。それがあるからこそプロレスの可能性を信じれる。プロレスはこんなに人を元気にできる。みんなそれで実際元気になった体験してるわけですから、これ以上強いものはないですよね。皆さんは、筑前さん以外の方々は全員それぞれ違う職業に就かれたり、自分プロレスの道を諦めた人たちが戻ってきて集まってるんですよね。そうですね。みんな一般のお仕事をしながら、空いた時間にプロレスに関わることをしたりとか、そういった経験が、そうですね。仕事はみんなそれぞれなんで、本当に一般のお仕事です。土木作業員であったり、事務員さんであったり、本当にいろんな仕事をしながら、だけどみんなそういう生活をしながら、プロレスで生きたい、プロレスラーとして生きていきたいっていう思いをずっと持ちながらそういう生活をしてきたんです。だからそういう自分、なりたい自分を実現する場所を作りたかったんですよね。今はもうこの方々はそれぞれの仕事ではなく、この社員としてプロレスでご飯を食べてるわけですよそうですね。ね。すごいですね。プロレスで生きたいっていう人に対してプロレスの社名が入った社会保険証を渡すのが僕の夢でした。プロレスの社名の入った社会保険証を渡す。それを今12人に渡せてるわけですか。そうですすね。ごいですね。私あなた、10周年の筋肉山笠の時の最後のフィナーレのシーンで、筑前さんがね、明太キッドさんに俺は覚えてるって言った瞬間じゃないですか。いや、あれ本当正直ちょっとグッときました、本当。ああいう、その時のお話を少し聞かせていただきたいんですが。メンタルキッドっていうのは僕の遠い大学の後輩にあたるんですけども、なので全然接点はなかったんですよね。で、僕はメキシコで修行してプロレスラーになりましたけど、その10年後ぐらいに彼もメキシコに渡ってデビューしてるって。で、一応存在だけは知ってました。で、日本に帰ってきたっていうことも知ってました。で、日本で団体に上がりながらやってるっていうことも知ってたんですが、ある日彼が僕のうちに来たんですよ。何の縁もない先輩ですよ。で、何を言うのかって言ったら、もう引退しますってことで。で、もう、なんですかね、生活ができない。っていうですね。これはもう泣けてきちゃいますけども。だから、プロレスじゃ生活できないから、やめますっていうふうに言いに来たんですよね。で、やっぱり、だけど彼の本意としてはやっぱりそうじゃないっていう。で、それは、よく伝わってきたんですよね。だからそれを実現できる、そういった場所を作りたいな、自分を実現できる場所を、作りたいなという思いがあって、それでその10周年のあれだけのたくさんの方が見守ってくれてる中で真ん中に立たせられたっていうのは、すごく僕にとっては嬉しい、瞬間でしたね。僕らの九州は元気にする場というメッセージ、今のメインイベントから皆さん感じ取ってくれましたか？今でも忘れねえよ。千代の体育館で高校生だった君がプロレスラーになりたいのはどうしたらいいですか？もう一回言ってくれば忘れねえよ。俺んち行きたいよな、引退しますって。二人の姿が忘れられるんだ。だけどその二人が今日メインイベントを務めて、それだけ九州の方を笑顔にしたあんたたちこそがヒーローへの思い。
皆さんここにおられるお一人お一人の力が欠けてもここに今日にたどり着くことはできませんでした。本当にありがとうございました。万感の思いがなんか我々までこう伝わってくるあのやり取りだったですね。本当に感動しました。はい、本当に心から震えましたですね。はい。